吉岡徳人、吉岡徳人、吉岡徳人、1967年1月20日は日本のデザイナーである。デザイン、建築、現代美術の領域において活動し、指摘かつ実験的な作品は国際的に高く評価されている。国際的なアワードを多数受賞し、作品はニューヨーク近代美術館、アメリカやポンピドゥセンター、フランス、 ビクトリアアルバート博物館、イギリスなど、世界の主要美術館に、永久所蔵されている。アメリカニュースウィーク史による、世界が尊敬する、日本人100人に選ばれている。1967年佐賀県生まれ、幼少時代からレオナルド・ダヴィンチの影響を受け、油絵などの絵画を学び、科学に興味を持つ。1986年にクワサワデザイン研究所を、 卒業後、倉又史郎と三宅伊勢の下でデザインを学ぶ。2000年、吉岡特人デザイン事務所を設立。デザイン、建築、現代美術の領域において活動し、自然をテーマにした指摘かつ実験的な作品は、国際的に高く評価されている。人間のあらゆる感覚を、光、音、香りなどの非物質的な要素で継承化することにより、 形の概念を超える独自の表現を生み出している。光を透過するあらゆる素材により壮大な自然のエネルギーを表現した作品は見る者の,の体験や記憶とリンクすることで完成される。その時間と感覚を超越する表現はエネルギーやオーラを知覚する日本独自の自然観を映し出し日本文化の根源が追求されている。 グローバル企業のデザインを数多く手掛け、イーセミア家をはじめ、カルティエ、スワルフスキー、ルイ・ヴィトン、エルメス、トヨタなどとコラボレーションをしている。毎年イタリアで開催されるミラノ・サローネ国際家具、日本紙、サローネ・デル・モバイル・ミランでは、カルテル、モロソ、グラス・イタリー、ドリア・デイなどの家具ブランドと新作を発表している。 世界で最も活躍するデザイナーに与えられる国際的なアワード、デザインマイアミ、デザイナーオブザイヤー、エルデコインターナショナルデザインアワーズ、デザイナーオブザイヤー、メゾンオブジェ、クリエイターオブザイヤーなどを受賞している。自然構造の椅子2001年紙の椅子、ハニーポップは平面から立体へと変化する椅子。 わずか1センチに積層させた120枚の薄紙を広げることで歯に噛む鉢の巣構造となり人が座ることで形状が固定され完成する。パネチェアは植物の繊維構造のように1ミリの細い繊維が絡み合うことで構造を生み出している。製作プロセスは繊維の塊を紙管に入れまるでパンを焼くように釜に入れ熱をかけることで椅子の形状が記憶される。 自然結晶の椅子、ビーナス結晶の椅子は、水槽の中で自然結晶を成長させることで結晶構造を生み出し、椅子へと変化させる作品。ガラスプロジェクト2002年ガラスのベンチ、ウォーターブロック、トランスパラントジャパニーズハウス、雨に消える椅子、チェアザットディセピアーズインザレーン、ウォーターフォル、ガラスの茶室ヒカリアン、ウォーターブロック刀などの作品を発表している。 ガラスのベンチ、ウォーターブロックは2011年よりパリのオルセイ美術館に展示されている。オルセイ美術館2011年。パリのオルセイ美術館において印象派ギャラリーのリニューアルプロジェクトに参加。マネイヤドガ、モネ、セザンヌ、ルノワールに代表される印象派の絵画とともにガラスのベンチ、ウォーターブロック10作品が常設展示されている。 印象派が描いた光と調和し、歴史と現代の新しい対話が始まる空間を創出している。クリスタライズドプロジェクト2008年、自然結晶の椅子、ビーナス結晶の椅子は、水槽の中で自然結晶を成長させることで、結晶構造を生み出し、椅子へと変化させる作品。一つの楽曲が一つの絵画となる作品。スワン・レイク結晶の絵画、ディスティニー運命。 ムーンリッド月光などの作品は、結晶の成長過程において、音楽を聴かせ、音の振動によって、結晶の形状を変化させることにより完成する。ローズバラの彫刻は、バラの色素を結晶化させた彫刻であり、生命のエネルギーを表現している。虹の教会、レインボーチャーチ2010年2013年。500個ものクリスタルプリズムから生み出された建築、虹の教会 レインボーチャーチは、光を知覚する人間の感覚に着目し、見る者が光を体感することにより完成する作品。光そのものが表現されており、プリズムから放たれる文光が、空間全体に映し出されることで、虹色に満たされる建築である。ガラスの茶室光案リ20ア2011年2015年2017年2011年 第54回ベネツィアビエンナーレ国際美術展にて、ガラスの茶室光庵を建築プロジェクトとして発表し、2015年に、京都の天台宗正霊院門関境内、将軍塚清流殿の大舞台に設置された。将軍塚清流殿には、日本三大不動の一つに数えられる国宝青不動明王が奉納されており、標高220メートルの大舞台からは、 京都市街を一望することができる。この場所は、延暦十三年、七百九十四年に、関武天皇が訪れ、京都盆地を見下ろしながら、京都こそが、都にふさわしいと確信し、それをきっかけに、都の建設に着手したという日本の文化を象徴する、京の都の始まりとなった場所とも言われている。代表作二千年徳寺に吉岡デザイン、二千年東府、 山際、2001年ハニーポップ髪の椅子。2001年シンクゾーン、森ビル。2002年ウォーターブロックガラスのベンチ。2002年トランスパラントジャパニーズハウス透明な、日本民家。2002年2003年チャーザットディセピアーズ、インザレイン雨に消えるイス。2004年スフレ、メゾンハーミス。2005年2007年ミダスキン、au デザインプロジェクト系 DDI。 2006年ザ・ゲート特人吉岡 X レクサス。2006年ウォーターフォル。2006年パネチェア。2007年トルネード。デザインマヤミ。2007年レインボーチェア。2007年ティアードロップ。山際。2006年2008年スワルフスキー銀座機関店。2007年2008年ビネス。ナチュラルクリスタルチェア自然結晶の椅子。 2007年、2008年、クリスタルイズドペインティング。決勝の絵画、ムーンリット、ディスティニー、アンフィニッシュと、2008年、エターナル、スワルフスキー・クリスタル・パレス。2010年、1997年、スノー。2009年、ムーン・フラグメント、カルティエ。2009年、レイク・オブ・シマー。バーゼル・ワールド、スワルフスキー。2010年、x レイ、KDDIE だ。 2010年ステラー、スワルフスキークリスタルパレス。2010年2013年レインボーチャーチニジの、教会。2011年ガラスの茶室ヒカリアン。第54回ベネツィアビエナーレ国際美術展。グラストラス2011。2011年パリのオルセイ美術館、印象派ギャラリー、リニューアルプロジェクト。2013年クリスタルイズドペインティング。 スワンレーク決勝の絵画、スパイダー、エススレッド蜘蛛の糸、ローズバラの彫刻。2013年、ウィングズ・オブ・スパークル、バーゼル・ワールド、スワルフ・スキー。2014年、カルティエ・タイム・アート、メカニック・オブ・パッション、パワーステーション・オブ・アート。2015年、2017年、ガラスの茶室、ヒカリアン、京都将軍図下流竜伝。2017年、スペクトラム。 2017年ウォーターブロック刀。2017年 SF チェア。1998年2000年 E セミヤケ。メイキングシングス。カルティエ財団現代美術館。エースギャラリー NY。東京都現代美術館。2002年特人吉岡ハニーポップ。MDSG。2005年2006年特人吉岡 X レクサス。ミュージアムオブパーミネンテ。 2005年スターダスト、スワルフスキー・クリスタル・パレス、ミランデザイン・ウィーク。2007年トルネード、デザイン・マイアミ、デザイナー・オブザ・ザ・イヤー2007年、特人・エックス・モロソ、ミランデザイン・ウィーク。2009年ストーリー・オブ・メモリーズ・オブ・カルティ・エクレシャンズ、東京国立博物館表敬館。2008年セカンド・ネイチャー展・テン、21-21、デザイン・サイト。 2010年センシングネーチャーネーチャーセンス店、森美術館。2010年ザインビザベルズスノフレイク、カルテルギャラリー2011年トワイライツ特人、吉岡、モロソ、ミランデザインウィーク。2011年特人吉岡、ウォーターフォル、シャーマンコンテンポラリーアートファンデーション。2011年ガラスの茶室ヒカリアン、第54回ベネツィアビエナーレ国際美術展。 グラストラス2011。2011年、2012年、2014年、カルティエタイムアート、ベルディブミュージアム、アーツアイアンスミュージアム、パワーステーションオブアート。2012年、特人吉岡2012、クリエイターオブザイヤー、メゾンオブジェ。2013年、特人吉岡クリスタライズ、東京都現代美術館。2014年、第14回、ベネツィアビエンナーレ。 国際建築展2014。2015年メイクユアセルフコンフォータブル。チャッツワースハウス。2015年、吉岡特人店トルネード。佐賀県立美術館。2015年、2017年ガラスの茶室。ヒカリアン。京都将軍塚製流殿2017年特人吉岡スペクトラム。資生堂ギャラリー。2017年特人吉岡 XLG。 エスカイ、ミランデザインウィーク。ニューヨーク近代美術館。モマ、アメリカ。ポンピドゥセンター。フランス。オルセイ美術館。フランスパリ装飾芸術美術館。フランス。ビクトリアアルバート博物館。V&A、イギリス。クーパー・ヒュイット国立デザイン博物館。アメリカ。ビトラデザインミュージアム。ドイツ。シカゴ美術館。 アメリカ、サンフランシスコ近代美術館、アメリカ、セントルイス美術館、アメリカ、モントリオール美術館、カナダ、東京都現代美術館、日本、イスラエル美術館、イスラエル、サムスン美術館リウム、韓国、1997年、JCD デザインアワード大賞、日本、2000年、I.D. アニュアルデザインレビュー、アメリカ、2001年、I. D. アニュアルデザインレビューアメリカ A&、W. アワードザ・カミングデザイナーフォーザ・フューチャードイツ2002年2001年度毎日デザイン賞日本2005年タランツリー・ラックスフランス2007年第57回芸術戦勝文部科学大臣新人賞芸術振興部門日本2007年グッドデザイン賞金賞日本 2007年デザインマイアミ、デザイナーオブザイヤー2007、アメリカ。2008年ウォルプイパーデザインアワーズ2008、ベストファーニチャーデザイナー、イギリス。2008年リーフ、デザインフォーアジアアワーズ、グランドアワーズ2008、香港。2009年エルデコインターナショナルデザインアワーズ、デザイナーオブザイヤー2009、イタリア。 2010年ザ・百モスト・クリエイティブ・ピープル・インビジネス2010アメリカ2010年東京デザインアート・エンバイロメンタル・アワーズアーティスト・オブ・ザイヤー日本2011年 A&W ・アーキテクターウォナンデザイナー・オブ・ザイヤー2011ドイツ2012年メゾンオブジェクリエイター・オブ・ザイヤー2012フランス 2016年エルデコインターナショナルデザインアワーズ2016イタリア2017年ミランデザインアワード2017最高賞イタリア2001年特人デザインギャップ出版日本2006年特人吉岡デザインに英語版日本語版ファイドンイギリス2008年セカンドネーチャーセカンドネーチャー急流動日本 2009年、見えない形、エスクアイアマガジンジャパン、日本。2010年、ネイチャーセンスセンシングネイチャー、平凡社、日本。2010年、徳人吉岡、立総理アメリカ。2013年、徳人吉岡クリスタライズ、青幻社、日本。2017年、光アンガラスの茶室、旧流堂日本。 プロフェッショナル仕事の流儀第53回、2007年6月5日、放送 NHK。情熱大陸、2010年6月20日放送毎日、放送。日曜美術館、メジャーセンス展、2010年9月26日、放送 NHK。極上日の共演、2012年3月5日、放送 NHK。スイッチインタビュー達人たち。 2014年3月8日放送 NHK 日曜美術館ガラスの茶室ヒカリアン2015年6月28日放送 NHK 日曜美術館吉岡特人スペクトル2017年2月17日放送 NHK 楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。